鶴の恩返しの本心は、男を罠にはめようとしていた。古代から鶴は長寿と天界の象徴とされており、彼女は霊的な世界で共に暮らしたかったという説もある。一寸法師は通常の人間の身長になった後、元の小さい姿に戻ってしまう。その後は姿を消して隠遁生活をしたという説もある。桃太郎が生まれた桃は仙桃と呼ばれる不老不死の果実とも言われている。古代中国の神話や伝説に存在し、西遊記にも登場している。金太郎は無事に武士になった後、不遇の扱いを受けた。晩年には再び山にこもって一人で暮らしたとされている。カチカチ山の教訓は仏教の輪廻思想に基づいている。タヌキが老婆を殺害し、その後ウサギに復讐されるという因果応報が描かれている。浦島太郎の玉手箱の正体は時空、その後竜宮城に呼び戻され、元の姿に若返ったとも言われている。サルカニ合戦の猿は改心してカニを助けるいいやつになる。村を発展させるためにカニたちと一緒に協力している。雪女が最後に消えた理由は愛、人間の感情を持ちすぎた結果、霊的にも存在できなくなり消えてしまったとされている。